群馬大学医学部付属病院は群馬県前橋市にある国立大学法人群馬大学の付属病院。2014年保健適用外の復腔鏡を使った肝臓手術で群馬大学病院第二外科の同一の医師が執刀した患者8人が術後4ヶ月以内に死亡していたことが発覚した。本件は厚生労働大臣が尋常な事態ではないことは間違いないとし、 厚生労働省は医療法に基づく立ち入り検査を実施する方針を表明した。復讐鏡を使った手術だけではなく、回復手術でも同一の執刀医によって過去5年間に10人が死亡しており、厚生労働省は説明を求め診療報酬が優遇される高度医療を提供できる特定機能病院の承認取り消しも含めて対応を検討するとしている。 2015年3月3日、群馬大学病院は、復讐教手術にて死亡した8人全員について、診療に過失があったとの調査結果を公表した。病院側は遺族への保障の意向を示していると、されるが、患者の死亡例が相次いだ後も執刀医や教授が高難度の手術を続けた理由や背景は、なお不透明であり、遺族の一部からは、納得できないとの声も出ている。 また、同日、同病院、第2外科による、回復手術後3日目に死亡した患者1人について、死亡後に、癌ではないと判明したのに、執刀医は、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたと発表した。同病院は遺族に説明、謝罪を行い、その他回復手術による死亡例についても調査、発表するとしている。2015年4月、 2010年12月から2014年6月に復旧教手術で8人と2009年4月以降の回復手術での10人の計18人が死亡したことが分かっていたが、すでに発表されている以外にも同じ死闘医による死亡者がいたことが判明した。ありがとうございます。